韓国文化発信アミデラジモララサタデー、アミデラジモララサタデーです。こんにちは、三角山放送局の田島美穂です。この番組は札幌在住の BTS ファンアーミーがお送りします韓国文化発信番組です。 BTS をはじめとする韓国のエンタメ、韓国の食や慣習など韓国の話題満載でお送りしてまいります。では今日一緒に番組を進めるチームアミラジのメンバーをご紹介します。では皆さん自己紹介それぞれお願いします。はい、こんにちは、ヘジンです。よろしくお願いします。お願いします。紫するよ、アミコです。こんにちは、バンビです。よろしくお願いします。はい、そして小野歌子です。よろしくお願いします。お願いします。私ちょっと今日久々に登場させてもらいましてすみません、お邪魔しておりますが、もうウェルカムです。いや今日はね、ちょっとみんなでわちゃわちゃとやってみようということで ね、はい、楽しい1時間になるでしょう。では番組をお聞きのあなたからのメッセージ、リクエストもお待ちしています。メールの方はリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスの方は 011-640-3331、 またツイッターの方はハッシュタグアミラジオでつぶやいてください。それでは今日最初の曲は BTS でラン BTS。 アミでラジモララサタでお送りしています。続いてはサタデーボラヘフィーバーのコーナーなんですが、なんか映画が上映されたんですか。そうですね、どんな感じだったんでしょうか。そうですね、2月1日からスタートなんですけど、私はまだ見れなかったのでいやその話聞かせてください。皆さんご覧になりましたか。どうですか。いや私失格かもな大丈夫よ、そんなことでまだやってる、でどんな感じでしたか、痛い話してください、ね、どうですか、BTS Yet to Come in Cinemas ということでね、プサンコンがね、映画化されまして、まあ、2月から、ね、公開されましたが、まあ、そこに至るまでもね、アミたちは大騒ぎでやっとチケット入手問題からいろいろね、ごたごたあった挙句やっと公開されましたけどね、どうですか皆さん、初日に行った人、初日アミコさんがアミコさんはすごいチケットも、ね、取るのにもかなりご苦労されたって聞きましたよ。初日の、一番最初の、いや初回だった、初回取れなかったんですよ。だって配り物があったじゃない、あ初日あったと配り物があったんですか。そうそう、これかが来場者特典がねあったんですけど、第1弾も第2弾も、なんか第3弾もあるとかって、ね、3弾まであるらしいですよね。トレカもゲットしたってことですね。そうですね、そのトレカをゲットするために、まず席を押さえなきゃいけないじゃないですか、それがもうまず映画館のサイトにアクセスできないっていうかするまでがまず時間がかかるし、やっとつながったと思ったら、私の場合は 4DX の席で見てみようと思って、一度も体験したことがなかったので、そこの席で見てみたいとりあえずと思って頑張ったんですけど、まず2000人以上待ってたんですよ2000人ちゃんと数字が出るんですね。何人か待ってるのか、私が一旦ユナイティッドさんの方にアクセスしたんですけど、2000人以上待って、待ち人数出るんですよ。であと何分っていうのも出てて、もう1時間以上は確実にかかる感じだったんで、どうしようかなと思ったけど、せっかくつながったし行きたいからとりあえずかけてみようと思って、そのまま放置してました。4DX ね、ただでさえ席数が少なかったんですね。ああ、そうかそうか、席数が少ないですね。やっとつながって、その初日の初回見たらもう埋まってたんですよね。あ、ダメだと思って、2回目見たらちょっと空いてたところに、一人だったんで、ポッと入り込めたっていう感じでしたね。もう一仕事ですね。どうですか 4DX、 4DX 一体どんな感じですか、一応、経験したことないので。座席が動くんですよ。いつのタイミングで動くんですか。それが一番気になりますね。ちょっとノリのいい曲とかに合わせて、動くんですよね。前後に動くんですか。前後左右。そう、前後左右ですね。なんか風も出るとかって聞けましたけど。あ、風はね、そうなんですけど、
ライブ中に何か上がるじゃないですか、うん、花火みたいな、はいはいはい、シュッて、うんうんうん、それに合わせてシュッてくるんですけど、耳元からなんか耳元からフーってされるようなちょっとねざわっとするんですよびっくりしますねそれね。え、あのメンバーの汗とかは出てこない汗はなかったですね。匂いは匂いはそうそうなんか、ね、水が出てくるとかね、いろいろ言われてたからね、うんうんうん、ね、水あの匂いがするんじゃないって言った人もいたけど、うんうん、それは私は感じなかったんですけど、うん、じゃあ風がちょっとざわっとした動きと、そのそういう風、そうです、それでその座席がちょっと特殊な座席だから、うん、なんか滑り落ちそうな感覚になるんですよね。これなんか落ちないのかなっていう、そしたらたまたま隣にいた亜美さんが、うん、鬼滅の刃かなんかで一回体験したんですって言ってて、あの結構動きますよなんて言って最初にいろいろ教えてくれてたんで、あの覚悟して落ちないようにと思って落ちた人はいなかったと思いますけど、そんなアトラクション的な感じなんですね。そうなんですよ、結構ね。でもそのね、あの効果で、うん、映画にも結構集中できるんですか？集中っていうか乗れる、うん、乗れる感じなんだ。あの始まってすぐ、まあ、この映画っていうかこのライブがもう最初の2曲ぐらいの意気込みが本当にすごいから、うんうんうん、多分普通席でも乗るとは思うんですけど、うん、動いてくれるだけでやっぱりリズムに乗りやすいから、うん、あの感覚的にすぐその入り込めるっていうのがあったと思います。応援上映っていうのもあるけど、うんうん、この時は声とか出せないし、うん、ただ見るっていうだけなんですもんね。アミボム触れたりもできない。その時点でもう2月4日のあのアミボーム触れるのはその日だけで、しかも音が出せない、声が出せないっていう風に発表されてたので、うん、もうメインは4日だなと思ってたんですよ ね、 ですね。で4日の日も絶対行きたいと思ってて、うん、でうん、とそのアミボボを振るために 4DX の席がいいか普通席がいいかを、うん、確かめるためにも1日にちょっと行ってみたんですよね。でも行ったら迷っちゃいました、やっぱり次席どうしようかなって。うん、ただ編みモブ振りながらこう動いてたらなんか集中できなさそうな気がしたので最終的にはそう、そうなんですよ。だから最終的には4日の日は普通席でっていう風に決めて、あの予約を取りました。うん、でもそれも取るの大変、うん、やっぱ30分以上はかかったかな。そうなんですね。4日私も参戦させてもらって、アミコさんにのお供で、うん、行きましたけど、うん、まずどうでした、どうでした、初参戦、そう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 です、うん、ライブのこういうのが初めてだったので、うん、ちょっとそのシステムがまずよくわからなかったんですけど、まあ一緒に行っていただいて、うん、もう満席だし、アミボム触れるからもうみんなもうあの色つけてね、パープルのカラーになってて、すごいもう会場自体が綺麗だったし、あとあのお隣の席の方にね、あのこれソンブルですってプレゼント渡し合ったりとか、あの誰ペンですかみたいなね、あのお話をしたりとかする、なんかすごいファンの皆さんが温かい感じがして、すごいこの雰囲気がいいなって思いました。映画ももちろん良かったけど、あのこう一緒に見てる映画、この時間を共有できてるみたいな、それが楽しかったです。そうですね、ライブ感がありましたね。でもあの声出せなかったんですもんね、まだその時はね、ちょっともやもやしてますよね。いや苦しいよね、苦しい声出たよね、拷問だと思うだからみんな心の中とか、まあ、ちょっとうっすらマスクの下で歌ってたと思いますけどそうだよね。あとね、みんなね声にならない声を出すの、あの弾くのってみんななんか吐息がね漏れるみたいな。そうなの私隣の席の方が知らない方ですけど、あのシュガさんのファンだって言っていて、なんかその隣の人たちの推しが来るたびに私もドキドキしながら今来てますよねみたいな、こうテレパシーを送りながらめっちゃ今かっこいいですよねみたいな心の中でと通じ合えたなって思いました、ね、確かにテレパシー送り合ってた感じはありますよねそう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 。あとこれやっぱりあの映画のためだけのカメラ、なんかシネマティックカメラを使ってすごい近い拙者というかね、超接近した映像とかが見れるっていうのもね、うん、そうですよね。あの最初にね、あの放映された時とはまた違う映像がちょっと見れたよね、うんうん、やっぱりそういうもの違いますかね、若干違ってたりとかしてたかな、うんうん、あの綺麗になってるしクリアになってる感じ、うん、ちょっとね、あとアーミーの人文字も映ってた、そうなんですよ、なんかライトでね、あの後ろのライトで飛びすぎちゃってメンバーの顔がぼやけて映ってたりとかしたところも綺麗に映ってたし、
あとあれですよね、なんて言ったってね、ジミンちゃんのアイドルの時の足上げの時に花火が上がったんですよ、当日のあのオンラインの時に一番のジミンちゃんの見せ場なのにえーってみんな絶叫したんです、あの時に。花火じゃないって、花火じゃないってだけどそれみんな心配して映画に見に行く時に、ま、大丈夫かなジミンちゃんあれ見れるかなと思ったらちゃんと見れた。あでもねちょっとその前に花火映ったから、あちょっと待ってよこれ花火映っちゃったぞ、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、ちょっと嫌な予感してました。でもちゃんとその後にね、あの立派なね、あの足こうバンって振り回すところ、そこと網の一文字とちょっと気になってましたね。ちゃんと見えたね。ちゃんと見たいところをフォーカスして映画はね見られるようになってたっていうね、素晴らしい編集でしたね。ちゃんと感想とかもチェックしてるんでしょうね、だ本物のライブも。そうですね、ね、あとのちゃんとね生かされてましたね。じゃあちょっとここで一曲おかけしたいと思いますが、これ今日は皆さんのリクエストで構成されておりまして、はい、ちなみにさっきおかけしたラン BTS は、うん、ヘジンさん、はいはい、ヘジンさんのこのラン BTS 選んだのはなぜですか？あ、一番はBTS らしい曲かなと代表する、まあ、もちろん今この同じラン BTS っていうタイトルで、まあ、コンテンツもあるんですけど、一番 BTS らしい曲かなと。かっこよかった、ね、あのパフォーマンスがね、ここで初めてダンスレッスンで初めて公開されて、本当にびっくりしました。あんなダンス振りだったんだみたいなね、最初からあの激しさですからね。そうですよ。そう、セットリストも素晴らしかったですよね。マイクドロップとこのラン BTS のこのつながりとかがね、めっちゃこの登場がハイライトみたいな感じだったんですけどね。ナムさんもなんか最初の2曲ですって言ってたので、もうファンの心をがっちり掴む感じでしたよね。そしてじゃあこの後おかけするのがセーブミーですけれども、これはアミコさん。私があの BTS が好きになった頃に毎日何度も聴いてた曲なんですごく懐かしいんですけれども、メンバーもこの曲懐かしいねって言いながら、あの披露してくれて、あのとても嬉しかったのでお願いしたいです。はい、はい、では BTS で Save Me お送りします。アミでラジモララサタデーお送りしています。引き続きサタデーボラヘフィーバーの映画の話とコーナーです。今日はもう前編にわたりイエットトゥーカムインシネマのねお話をしようかという感じですけれども、あれバンビさんはいつご覧になったの？私は初日です、ね、初日どうでした？それはもう 2D の、ね、普通のやつで見ましたけどね、びっくり。朝一のねやつ。え、初回ってこと？本当の初回。そうですよ、満席ですか？これか星谷ね。でも平日の昼間だ、うんうんですよね、あ朝だから、うんうん、思ったほどはいなかったけど、でも満席じゃない、満席ではなかった。あ、そうなんだ。思ったほどいないけど思ったよりいたみたいな感じ。だって朝何時とかですか上映？8時45分ぐらい。もう早朝からイケメンを見にね、うん、もう早起きして目がバッチリ冴えますよね。そうよ、もう全然辛くないの。そうでトレカをもらってね、もうなんかトレカは誰でしたか？トレカはね、うん、ジミンちゃんだったんですよ、うんうん、で、あ誰か変えてくれないかなと思いつつ、うん、で隣にいた子が、あ、うん、誰ペンかなってちらっと見たらどうやらテテペン、うん、あ残念一緒だと思って、これはダメだなと思って諦めて、まあ一応ねちょっとダメかなと思いつつね、ツイッターにですね、ちょっとこれかちょっとあのうちのテテ知りませんかみたいな感じでちょっとよく迷子になる子なんでね、あのクマちゃんね、だから迷子のところになかなか来れない、そうなんです、迷子を探してますってちょっと案内を出しましたところね、すぐあの交換していただきましてね、ありがたい。すごいねツイッター、ツイッターすごいですね。ありがたい。なんか私も映画館に行ってこんなにアミがいるんだっていう、そこなんですよ、そこなんです、びっくりしました。それなんですよ、普段だってね生活してて、うん、あこの人絶対アミっていう人全然会わないじゃないですか、会わない、あとこう話しててもあアミですみたいなかけらも出さないじゃないですか、みんな、まあ私も出さないですけど外ではね、あんまりだけどなんかね、アミコさんあれでしょ、チケット買いに行ったらなんか大変なことになってたんでしょ、うん、そうなんですよ、チケット買いにチケット買いに行ったのは、うん、私の時間あの確認し忘れっていうか、うん、あのちゃんと
ツイッターをねきちんと使いこなせてないがために時間を確認できなくて9時ぐらいにのこのことユナイテッドに行ったら全然もう人がいないんですよ、うん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 、で受付に行って聞いたらあもう完売しましたって言われてガーンってなって、完売もう朝9時で朝9時で完売ですか、なんか聞いたら6時半とかから、すごい並んでて7時にオープンで、だからみんなね5時台から並んでるし すごかったらしいです、この真冬にも100人ぐらい並んでたらしいだからもうどれほど実は亜美がいるかってことなんですよ、うんうん、びっくりしました。もうそれでねすぐねピアのサイトに行ったら全然つながらないし、うんうん、もう移動しました、うん、瞬間移動でシネマプロっていうのにすごい行ったんですよ。そうしたらねあったの、おもあったの、まだありますよって言って、そこでねもう血迷ってたので7枚くださいって言っていや前売り券もねランダムで特典あるっていうのでね、特典が詰まさってたんですよ。そうだから7枚すぐ開けて、そう箱買いしたくらいから大丈夫だった箱買いしそうにならなかったその箱全部くらいだった1ダース言いたいけどねやばい。でも7回取れたのね、7枚のうち1枚だけかぶりだったんですよ、だからですね、ってこれもしかしてねって、そしたら待機してる方たちいらっしゃって、ちょっと、これって交換できませんか、でその場で交換、即OKだったんで、ラッキーですね、ありがとうございます、でコンプリートできたので、もう家宝にしようと思っております。7回分、見に行こうかなっていう心づもりもあったんですか。見に行ってもいいし、まあ、買えなかった人に聞いてみてもいいかなって思ってたので、そうなんですよ、ね、そのおこぼれに私は預かったわけなんですけどねありがとうございますアミボム私ちょっと持ってなくて、はい、ちっちゃいミニアミボムみたいなのを貸してもらって振ってたんですけど、やっぱあれがあるのとないのとで盛り上がりも違うかなって思います ね、でもねアミボムが私最新バージョンじゃなくって一つ前のなんですよね、そうしたら転倒はしたんだけど、カラーこうカラーをコントロールできなかったんですよね、なんかどうやってもできなくて、結局なんか白色のままずっと振ってました。一応ついたから良かったんですけど、もう寿命なのと思いながら、私分からなかったのは、あれはじゃあ会場に行くとライブとかでもみんな色を、カラーを点灯させて、ライブだと、ライブのその会場の中で、なんていうのあれコントロールしますね、なんか、連動するみたいな、連動させて、連動させるともう自動的に色変わるんですよ、映画館ではみんな映画館ではセルフで自分で色を自分で変える、そうなんですよね、でもね、紫じゃない人もいましたよね、赤とかの人もいましたよね、そうそうそう、ファイヤーの時赤だ、そうそうそう、ね、色変えてると思ってあれ多分自分でやってるんですよね、曲に合わせて、もしくは電池が切れそうで赤になる警告音みたいな、赤っぽくなったりしなかった、電池切れそうになる、そうなの、なんかあ色変わってきちゃったってなる、でもね多分ファイヤーだから赤とかになってたと思う、いろ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 推しの色にしたりとかね、いろ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 それいいですね、ちょっとしたハプニングでした、焦りました、焦るよねあれね、今のプサン の, そのコンサートの会場のあのアミボムもすごい綺麗に映画館の上映の方でもね映ってましたね、あれ綺麗なんだよね、宇宙みたいな星空みたいね、そう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 、なんかその中の一部に、映画館だけど、慣れてるのかなみたいなね、そうなんですよ、そういうのがあってよかったですね、でまた今度はね発声ありの上映も、いや後出しでしたよね、本当にあるらしく、あるのよ、ヘジンさんそれに行った方がいい、あそっちに行った方がいいですね、声出しの方が、アミボムをチェックしてね、赤にならないようにそうそういや赤になってもいいですよ、ファイヤーの時はファイヤーの時は変えてもいいでこれの時はそしたらみんな声出すってことでしょ、メンバーの掛け声とかも入れていいってことですか、いいってことなんです、それは言った人いないんです、
ね、これからですもんね。まだこれから、うん、全然雰囲気違いますね、そうすると違いますね。でもあれだけびっちり入ってるところでだと声出したいけど、うんうんうん、すっごく少ない会場だったらどうしようっていう感じですよね。そうですね、それもそうですね。そこはね、日本人だからね、恥ずかしさが先に出ちゃう、ね、それまたもどかしい状況になりそう。多分ね、誰かが出せば、うんうん、あってこう釣られて出せる、うんうん、あとなんか間違っちゃいけないプレッシャーにも自分だけ違うのね。間違っちゃったとか。確かにね、逃がすかもと思って。でもあのパフォーマンスも良かったけど、あのコメント、うん、メンバーがあのちょっとやっぱり喋ってくれるところとかもジーンと来たりしましたけど ね、なんかジンさん言葉に詰まってしまうところとか、うん、そうです ね、でもあのアミたちがキャーみたいな感じでなんかまたそこでグッと来ちゃうみたいな、あの時にはもういろんなことがね決まってて、まだ兵役の発表の前でしたよね。発表の前だったの、うん、2日前、うん、直後にね、発表だったからもう全て決まってたので、うんね、彼はもうね、そう思ってみるのとまた違いなので、うんうん、そう違うと思いますね。そうなんだよね。泣いちゃうよきっと。泣いちゃった私も、うん、そうなんです。涙ぐみながら言いましたね。そうなんですよ、そしてね、ジンさんがめちゃくちゃ美しいの、うん、そうですか。本当本当に美しかったよ。磨きがかかってる。本当に眩しいの。やっぱりスクリーンで見るのは違いますね。うもうね、大きい画面で見る。いや、大画面はいいわ。なんかね、本当に推しが近づいてきたら、もうマスクの下満面の笑みですよね。もう相当やばい顔してたと思う。マスク外せなかったですね。逆にね。ねえ、あれね、北海道にあのね。スクリーン X っていうのがないのがちょっと残念なんだけど、スクリーン X って何ですか？あれはね、うん、映像がね、うん、あの3面っていうのかな、あ、正面と両サイドちょっとこうせり出した感じでね、あって、うん、あれでちょっと見てみたい、いやーね、3面でした、すごいですね。あれ3面で動くのもあるんですかね。あ、ミックスなんでさらに 4DX の 4DX のあるはず。でもどうしていいか分かんなくなっちゃった。どこ見ていいんだか分かんないなと思う。ねえ、3面見た方 の、 あのツイート見たら、うん、あのすごい迫力で、うん、すごい良かったっていう人と、うん、追うのに目が忙しい、うん、そうかそうか、位置もにもよると思うんですよ、うん、座る位置とかにもよるのかなと思ったんですけど、ねいろいろでした ね、 そうそう、でも見てみたいな、いや見てみたいよ ね、 ちょっとね、うん、いやじゃあちょっと1曲入れましょうかね。、うん、話が尽きない。私のリクエストでマシティをおかけしようと思うんですけど、全然今日ね自分のかけたい曲かけようって言っていただいて、うん、違う曲を持ってたんですけど、うん、直前でマシティにしました。もう自分たちの地元の町の歌ですよね。うん、でね、プサンだからみたいな感じでみんな盛り上がろうぜみたいな感じだったので、ちょっとこの曲すごくあのいい、ね、この中でインパクトがありましたのでおかけしたいと思います。うん、BTS でマシティ。アミでラジモララサタデーお送りしています。引き続きサタデーボラヘフィーバーのコーナーです。映画今日はね映画のね話をずっとしてます。映画の話、あのイエットトゥーカムの方はどうですか、もういいですか、大丈夫ですか。話聞いてたら本当に見ないとって思いました。もう推しがね大きく映るっていうのはいいね。本当になんかバンビさん汗がすごいね。大好物なんですよ。ちょうどねあのさっきあのかかったあのマシティをね、うんうん、のあのラップのところをね、うん、ナムさんあのねバスの上に乗って あのラップ奏でるところのあのナムジュンが最高なんですよ。汗だくのナムジュンがちょっとこうアドリブでねプサンって名前言ってやるところがですね、もう抱きしめたい。すいません、せそうないです。みんなかっこよかったですもんね。いやなんか終わってね、なんかアミコさんと、うん、はーって感じで、はーってなるでしょ。はーっ
ってなる。そうでもなんかシンプルにかっこよかったですねっていうね、その他にも言葉が出ないんですよ。そのキャーも通り越してあれするとため息しか出ない。そうため息も本当にそれぐらい良かったっていう。みんなかっこいい ね、 かっこいい。しばらく余韻に、ね、浸ってしまいますけれども、ね、まだ、ね、あの追加上映が決まったっていうところなのでね、うん、ぜひ見に行っていただきたい。まだ楽しめます ね、 まだね。でそんな映画つながりでなんかもう一つ紹介したい。そうなんですよね、ナムさんがねちょっともうすでに韓国で公開されてまして、うん、もう5回も見たって言ってた、うん、別れる決心という、ね、映画をですね今日朝一で見てきましたですね今日公開ですもんね。それもねちょっと昨日ねちょっと予約しようかなと思ってちょうどうちね夫がいたので、うん、あのねって別れる決心をさって言っちゃったの。その予約を見に行かないっていう前に別れる決心をさって言ったらえって言われてえ主語がね何のなんかそう何のでちょっとドッキリさせてからのあごめんごめん映画なんだよねって言ってハラハラしますね。そうなんです。ちょっといきなり、ちょっと別れる決心をですね何度も言う。そうなんです。着いたかなと思ってねちょっとね一緒に見てきたんですけどなかなかね心理描写というかなんていうのかな面白いんですよ。面白いんだけれども、うん、難しくもありというか、うん、まあ、苦手な人はね苦手かもしれない、うん、分かりにくい感じがして苦手っていう人もいるかもしれないんですけど、うん、まあでもね大人の心理描写っていうのかな、うん、そのうん、まあ、なんともね後からじわじわ来る感じなんですよ。ナムさんがもう何回も見たぐらい、うん、だからね何回なのかなんてちょっと思ったり、ね、ナムさんがねどこにグッときたのかがすごい気に、うん、途中から気になっちゃって、うん、こういうところかないやこういうところかなとかすっごい考えちゃって、うん、それとか、まあ、なんていうのかなこう映画の映像なんだけれども、うん、詩のような詩的な映像というか、うん、そういうところもあったりするので、うん、そういうところに惹かれたのかなとか、もしくはその、ね、男性から見て、うん、男性のその主人公の気持ちなりなんなりにどこかしら共感する部分があったのかなとか、ナムさん別れる決心したことあるのかなとかなんかあったのかなってねなんかあったのかなとかいろいろなんかを想像しながら見るのも楽しいですね。どんな映画見てても何見ててもね常にね万端が散らつくもうナムさんの気持ち考えながらそうなんですよ。途中からもう私 何見てたんだろうちょっとよくナムさんと映画を見てたよ違うそれは違います、ね、違うナムピヨンでした。ナムピヨンでしたナムさんじゃなくてナムピヨンの方でした入り込んじゃったヘッジさん、うん、なんかあれですよねシナリオ。あ私は映画はまだ見てないんですけど、うん、その韓国で電子書籍で、うん、本だからシナリオ、うん、シナリオ本が出てて、うん、それをまあ読みましたが、うん、本当になんか描写の話心理描写の話出たんですけど本当に目の前で描いているような読むだけでも文字で読むだけでも、まあ、そういう描写が多くて本当に本だけでも面白かったです。ぜひ見たいです、うんうん、ちょっとね興味深いですね、ナムさんの気持ちになってナムさんの気持ちになっていいねってねこうナムさん隣にいるつもりでこうどこが良かったのってどこが好きだったのっていう、うん、でその映画のシナリオを書いてる作家さんが結構有名な方で、うん、韓国で有名な方でもともと心理描写が有名な、うん、そういう方なんですね。そうですよね、うん、ちょっといろいろ考えさせられる映画なんですかね、うんうん、楽しみですね。なんとも、うん、なんとも後を引くというか、うんうんね、また見に行っちゃうなんかちょっとね5回ぐらい見る気持ちも分かるんですその難解な部分をもう1回見たいっていうのもあるし、うんうんまあ、いろんな面で解釈ができるっていうことですね。もう1回見るとまた違った部分が見れるのかなとか、うんうんうん、あるかな、うんおすすめ映画ということ で、ね、ちょっとね、じゃあ今日はちょっと映画でねもう盛り上がりましたけれどもじゃあ最後じゃないけども、バンビさんのリクエスト曲ということで、はい、こちらの曲は、ね、はい、これウカですね、うん、やっぱラプラーですよ、うん、あの映画の中でねあのラプラー超かっこよかったじゃないですか、うん、ちょっともうホビちゃんやばいでしょまずね、はいはい、それでユンギアも当然やばいんですよユンギアやばい挑発ユンギアやばいでしょそれでナムさんですよもうあの3人ちょっと、ちょっとダメじゃないダメですダメにしますよねダメじゃない、ね、あなた
あのバックダンサーたちもめちゃこう演出ね、かっこよかったし、あのタオルすごいかっこよかったね、あの名前書いたあれどうして販売してくれないの、ね、あれ持ってね、あれ欲しいんですよ、応援したい、でも7枚揃えなきゃいけないね振 り, ね、振り回すの大変なの、みんな順番に順番にいつもあんまりかかんない曲ですよね。そうですね、あんまりね、ラプラだけの曲になっちゃうので、うんうんうん、ちょっと珍しい感じかな、うんうんうん、でも迫力がでもすごかった、かっこいいですよ、気合が入ってたなって、うんうんうん、こう本当に、そうですね、うん、そうなんです、あのこう肩揺らすこのダンスが良くてですねあれが好きなんそれでは曲をお届けします、はい、そろそろお別れの時間です、はい、放送日の、ね、2月18日、うん、今日あのほびちゃんの千いるですよ、近いよ近いよ、ね、ハッピー J-HOPE デーということで、うんうん、ちょっと私ですね、あのイエスマート札幌店さんの方で、はい、あの千いる飾りを、うん、ほびちゃんの千いる飾りをしましてですね、すごい、ちょっとね、お買い物ついでとか、うんうんうん、食事のついでに、もう2月末まで飾っておきますので、うんうん、どうぞご覧ください、はい、そもそもあそこはアミが作れるんですか、あそこの空間を。 そうなんですよ、それすごい知らなくて、そうなんですよ、 やりたいですって手を挙げたら言って、誰もいなければできますよね、あそこがフォトスポットみたいな感じでね、皆さん写真撮ったりとかして ね楽しめますね、というのがまずありまして、それからなんかちょっとね大きな話題もありましたよね、うん、そうですよ、はい、なんとシガさんユンギがワールドツアー、そうですね、ソロコンですよね、ついに出たって感じですね、もうびっくりですよね、急に来たって感じで、日本にも来るんです ね、うん、ね、ジャパンって書いて、ま、書いてましたよね、ジャパンって書いてありましたおーっと思って、日にちわかんないけど、ね、日程は未定なんだけどね、ちょっと気になるところでみんなざわついてますけど、じらしますね、じらすなね、まあ楽しみですね、いっぱいね、大きく出ましたね、でもね、ワールドツアーですもんね、ワールドですよ、ね、ソロでね、はい、どういう規模でやるんだろうね、こういう会場とかね、すごいな、ぜひ万年も連れて、連れ回してほしい、そうですね、なんかね、2万人弱ぐらいの会場が多いみたいですね、1万8000前後ぐらいっていうところがね、なのでちょっとね、希望した人みんな行けたらいいし、あとまあオンライン配信とかお願いします、それやってほしいですね、ねえ、なかなかね、思うように行けない人もね、いっぱいいるでしょうしね、すごいな、ね、でもすごい本当に、ね、でも次々と続いて出てくるかもしれないですね、うんうん、そうですね、ライブ情報ありますか ね、 とかね、いろいろ、ね、やってほしいな、ちょっと活動がね、ソロの方もね、活発に、なんかこの間中、ウィーバースのライブを賑わせてた、うんうん、黄金万年いるじゃないですかもうね、そんな隠さなくてもいいぐらいの有り余るエネルギーをね、やっぱりライブで発散させた方がいいと思うんですよねもう深夜というか朝方にね、あんなやんなくても、ソロコンサートやった方がいいよ、日分けのライブ活動はね、ちょっとね、お金取ってでもちゃんとした形でやっていただけるとそうですね、もったいないですよ ね、 いやなんか結構消息がね、わかんないみたいな心配されてたのがね、あ、元気だったんだって、めっちゃ元気だった、元気あり余ってる心配するからね、登場してくれないとね、そうそうそう、元気でよかったわ、本当に、いやちょっと本当に1ヶ月に1回だと喋りたいことありすぎてね、ちょっと足りないって感じですけども、じゃあまたね、来月もね、話題満載でユンギさんのね、うん、セイルありますもんね、はい、3月はね、うん、そちらもバンビさんなんか絡みがあるんですか、うんうん、またセイル飾りやりますよ、スマートさんがしつこくやりますよ、三角山放送局のユンギ左寄せせよなんかマガジンも置いてくださってるということ で、 そうです、ぜひお手に取っていただきたいです、うん、では、そろそろお別れのお時間ですね、この時間は長平人と、うん、アミコとバンビと小野歌子と田島美穂でお送りしました。次回は3月18日にお会いしたいと思います。最後にかける曲、うん、バンビさん、うん、そう、ホビちゃんのね、はい、イコールサインをかけますが、はい、歌詞がね、とっても何て言うんでしょう、こう差別とかそういうのなしでいきましょうよっていうようないい歌なので、うん、ぜひ和訳をご覧くださいじゃあホビちゃんのイコールサインをかけしながらお別れしたいと思います。アミヨロブン、すごいそう、おねるぞ。